はいどうも、走れ大井チャンネルです。皆さん、今日はですね、このグローブを片付けをしていきます。このグローブ、ミズノのグローバルエリートの K モデルということで、今回はこちらを片付けをしていきます。このグローブ、簡単に説明しますと、 K モデルというのは広島のある選手の K を使っております。で、ちょっと今年から来年からかな、ミズノに変わるということで今販売されてるんですけど、今回はこちらを片付けをしていきます。こちらのグローブ、軟式用のグローブでして、こちらが、赤オレンジですかね、赤とオレンジの配色で、こちらがピンクを使っております。あんまりグローブでピンクを使ってるのってないと思うんですが、まあこの選手はですね、セカンドで非常に上手い選手で、ゴールデングラブ賞も取ってる選手になります。もう分かりましたよね。というわけで今日はこのグローブを片付けしていくんですが、でこのグローブのサイズが9ということで、少し大きめのグローブになっております。で、まあ、あとは、耐久性ですか、耐久性に関しましてもやっぱり、グローバルエリート、ちょっと昔は結構弱いかなというイメージがあったんですが、このグローバルエリートはやっぱり最近ですね、結構皮も強くなってきまして、全然使えると思いますね。今月発売される M 級に対応できるかなと思います。早速片付けをしていきましょう。今回はいつも自分、芋目片付けを公式用のグローブの場合はするんですけど、こちら軟式用のグローブですので、オイル片付けということで、基本的にはもみと叩きでやっていこうかなと思います。では行きましょう。では早速やっていきます。まずはちょっと全体にオイルを塗っていきます。まあこんぐらいですね。こんぐらいですので、まあ少し柔らかくしていこうかなと思います。自分は基本的には最初簡単に形付けをしてから、いつも使って形を作っていくので、まあ、その下地作りといった感じでやっていきます。早速やっていきましょう。まずはこの親指と小指ですね、ここの部分をほぐしていきます。はい、というわけでここからは早送りでご覧いただきます。まずは手で揉みほぐすんですけど、親指と小指の部分をほぐしていきます。そしたら今度指の部分をほぐしていって、最初は手で揉んでいきましょう。後半の方はパンチャーを使ってグラブを叩いていきます。まずは土手の部分をほぐしていって形を作っていきます。はい、時々グローブをはめたりして硬い部分をほぐしていきましょう。あとはですね、自分の理想とする形があると思うので、まあ、それに沿ってどこが硬いとか柔らかいとか確認しながらやってください。自分結構親指を効かせたいタイプなんで、結構親指の部分を強く叩いてますね。はい、そしたらここから補給面を叩いていって形を作っていきます。まあ、いつも公式用のグローブやる場合はこの2倍ぐらい叩いてるんですけど、今回は、まあ、いつもの半分ぐらいですかね、叩いてる時間も短くなっております。あとはこの十字エーブが少し硬かったんで多めに叩いたりとかしてますね。はい、引き続きご覧ください。はい、というわけでですね、今回はこちらの K モデルを片付けしたんですけど、やっぱり軟式用の革ということもあって結構柔らかかったです。ですので本当に公式より全然短い時間で結構柔らかくなりまして、今こんな感じですね、こんな感じになりました。で、あとは本当にノックとかキャッチボールをして形を作っていくのがいいと思うんですけど、
まあ、いつもはこの硬式ボールでやってるんですが、やっぱりこちら軟式用のグローブなんで、ちょっと軟式だとノックとか押しても少し時間かかるかなと思います。硬式の場合は結構打球もこう強くなるんで、結構形がすぐつくんですけど、そうですね、軟式用のグローブだとまた少し変わってくるのかなと思うんで、またその辺も動画にしていこうと思います。まあ、形付けをする際にはいつも 100% つけずに、本当に 5、60% つけてから、あとはキャッチボールとノックで鳴らすっていうのを自分やってるんで、やっぱり人の手によってその手の形とかも変わってくると思うんで、こうどう使うかっていうのも、まあ、それなんでこう形付けを 100% やらずに、まあ、60% とか 50% ぐらいつけて、あとは使っていって鳴らすのがいいと思います。はい、というわけで今日はこちらの K モデルの形付けでした。皆さんもぜひ参考にしてみてください。それでは今日の動画は以上となります。チャンネル登録、そして Twitter のフォローもよろしくお願いします。では、ありがとうございました。はい、そして今日のプレゼントはこちら、ドナイヤの軟式用グローブになります。こちらは自分が使っているドナイヤと全く同じものを準備しました。応募方法はチャンネル登録とコメントで完了です。9月の末に発表いたします。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。